このピンチをチャンスに変えるぞと、働き方そのものも考えていかなければいけない。これがニューマンになっていくのかなっていうちょっと面白いところではありましたね。全世界ですよね、日本だけではなくて世界が、まあ、新しい環境の中でオフィスの在り方を再度検討させていただいた結果ですね、今の新オフィスに向けた計画が具体的にスタートしたという背景がございます。グルナビはですね、どうしてもこのコロナの環境下の中で社員全体の働き方をそのものを進化させなければいけない、まあ、それこそオフィスの設備だけではなくて、まあ、制度であったりとか仕組みであったりとか、そういったところ会社全体で取り組むべきプロジェクトとして進化していっています。まあ、全体の 40% フロアの削減と、それからまあ座席数でいうと700席ぐらいの座席の削減というのが会社からあらかじめ決められていた目標数値的なものが最初にありました。その中でですね、ダウンサイジングということではなくて、そのライトサイジングというような、まあ、そういう発想の中で当時やっていたかなと思っています。今回お客様からダウンサイジングをしたいということでお話をいただいておりましたが、我々はやはりこのダウンという言葉が持つネガティブなイメージであるとか、オフィスが小さくなると、それによって働きにくくなってしまってはおそらく元も子もないと我々は考えていますので、より働き方を進化させていく、まさしくこうライトサイジングですね、ダウンではなくライト、正しいサイズを目指すといったところを考えながらプロジェクトを進めていきました。今までとはちょっと違い、毎日何となく来て何となく仕事するっていうのではなくて、目的を持って来てもらう、でそのオフィスに来たくなるようなオフィスをちょっと作れればなと思って、今回ちょっとそういう形でさせていただきました。シーンを、まあ、選びながら働く場所を選べるような形、ワークスペースではなくてコラボレーティブスペースであったり、ものを作るっていうようなスペースをちょっとメインに出社していただければなと思ってます。一律220席フリーアドレスをちょっと作ってるんですけども、右側から左側にかけて、集中できるような作業をっていうことでちょっとテーマを作ってます。右側に関しては基本的にすぐ集まってミーティングもできたりだとか、個人ワークも全然問題なくできるような環境になりつつ、だんだんこう左側に行くにかけて、ちょっとこもった席になっていたりだとか、昇降テーブルがあったりだとか、目の前にパーテーションであったりだとか、シーンによって使い分けてやっていただければいいかなと思ってます。今回全体をオープンオフィスにしていますけれども、特に壁等は作っていません。ただその中でもオープンで人が集まってガヤガヤできる場所であるだとか、集中できる場所というものをオープンでありながら実現したかったんですね。それというのはやはりお客様にそういった場というものを感じながら働くということも一つのオフィスの形かなというふうに考えました。そのために一つ動線となるぐるっとロードというところを歩み進めるほど場面展開するような形で構成はしているんですけれども、その中をカラーとぐるっとロードのその動線の強弱、そういったところをコントロールすることによって、オープンな場から集中できるというような場面展開ができるように工夫したといったところが今回のデザインのアイデアというか、そういった点になります。ある意味ニューノーマルなオフィスをどういうふうにこれから作っていくかっていうところのパイオニア的な存在になっているかと思います。各自が、まあ、今まで出社することが当たり前だったことからですね、このリモートでの業務対応であったりとか、出社しての業務対応をですね、各職種ごとにもどうしても制限はあると思うんですけれども、自分なりに考えて対応できているんではないかなと思います。この移転のプロジェクトが成功した理由は全社員の協力だというふうに思ってます。リモートワークが強制的になった後もですね、会社の業務を止めないということで、職種や部署によってはですね、出社をせざるを得なかった人たちがいるんですけれども、その人たちの協力のおかげでですね、業務自体を止めることなく、この移転というものがですね、成功できたということが私がこのプロジェクトが
成功した一番の要因だと思ってます。